後ろ上下には腰の両脇の音、後ろに引かれた音、合わせ方の音、3つあります。後ろ両手取り、一挙表技、後ろ両手取り、一挙裏技、一挙に手の取り方が二通りあります。これ後ろ両手取り、二強裏技、後ろ両手取り、三強表技、後ろ両手取り、最強裏技、後ろ上手取り、四強表技、後ろ上手取り、四強裏技、後ろ両手取り、三強変化技、後ろ両手取り、気の流れ、すべてできますが、参考のために気の流れ、後ろ両手取り、三強、後ろ両手取りの手法投げは基本的にはありません。これは強く持たれたら無理があります。でも無理してやればやり方があります。この時手法投げの状態にはなれません。ですからこれをこう回して手法投げの状態を作ります。この技は強く持たれたら到底できる形ではありません。ですが無理してやる場合は手首の働きが非常に大切になります。大きく崩してみせます。アップしてください。この状態になります。強く持たれたらできます。これをこうしなきゃいけない。そしてこうなる。後ろ両手取り、意味ない、後ろ両手取り、小手返し、血の流れ、
後ろ両膝に固定返し、後ろ両膝に固定返し。この場合手の外し方が問題です。腰をひねって上から使います。アップ。手を外すときは握られた手を握り腰の力で外します。後ろ両手取り腰投げ三球にとって後ろ両手取り腰投げ気の流れ後ろ両手取り腰投げ後ろ両手取り十字投げ両手取り両手取り呼吸投げの前に後ろ両手取りの呼吸法を説明します。まず両脇に持たれた後ろに引かれて持たれた場合、この場合、腰を相手にぶつけるように、後ろに合わされた場合、この場合、左半身の場合は、左の手の力を抜きます。そして、右にひねります。あとは基本です。後ろ両手取り呼吸投げ。はい。後ろ両手取り呼吸投げ。はい。後ろ両手取り変化技。